三浦桃香ちゃんに聞きたい3つのこと。イエイ。阿部桃香です。そして三浦桃香です。そして海ゴルフくん、今回もよろしくお願いします。今回も数差もなくカントリークラブさんの方に来ております。前回前々回とテイクバック切り返しときまして、最後ははいフォローですね、はい、フォローですね、はい、3つのことの最後、そうですね、はい、完成しますね、はい、フォロー。本当はもっと聞きたいんですけど、はい、はい、あのちょっと自分の感情を殺して3つにさせてもらいました、はいはい、で前回あのしっかり親指に乗ってっていうことと、うんうん、ちょっと短く持ってみて、うんうん、しっかりこう垂れないようにあのいいところでトップを作って切り返すっていう話だったと思うんですけど、うん、あのフォローで言うとあのよくこうコースとか特にだんだん振れなくなってくると、うん、振り切った方がいいよとかって言われてきて、頑張ってそうすると左にこうしっかり振ろうって思うんですけど、うん、今度なんか振りすぎてるのか手で振ってるのか、なんか全部左に本当にそのまま飛んでっちゃったりとか、うんうん、分かります。わかりますか？分かります。あの私もそういう最近癖があって、はい、こう左に振ろうっていう意識なのか、なんですかね、ダウンブローというか、なんか左に出てっちゃってて、そこを私も桃香ちゃんに聞きたいなと、はい、皆さんのフォローとかってすごい大きくて、うん、でかつでも左に行くことはなく、うん、まっすぐ通るのはなんでなんでしょうっていうのを、そう、なんか桃香ちゃんのハイボールでこうスピンを抑えてるっていう ところに多分フォローに意識がいいところっていうかこう詰まってるんじゃないかなと思うので、その秘訣も聞きたいですね。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、それではももかちゃんにフォロースルーの、はい、コツを教えてもらいたいと思います。はい、まずフォロースルー、はい、私はあの飛距離出してる理由が、まあ、スイングワークが大きいから飛距離が出てるっていうのがもう本当に一番のポイントで、うん、フォロースルーを遠くに行ってどうやって出すのってなると思うんですけど、結構多い方で頭を動かさないって意識する方がいるんですけど、バックスイングで体重が右足に乗らないとこう手が前に出ないんですよ。私はしっかり体重移動していて、もう練習でも右足に乗せて左足に乗せる、このスイング左足でもう一歩歩くぐらい、そうすると手がしっかり前に出るんです。じゃあ僕らがその振り切ろうとしてる時っておそらく手で振ってるだけで、そう、振り切れてなくて手がきっと前に出なかったと思うんですけど、まあ、前に出しやすくする方法としては、まあ、物を投げる、私はこうアップの時だったりトレーニングの一環としてメディシンボールっていう、まあ、重たいボールですね、ボールを目標方向に投げるっていうのをしてたんですけど、これって体重移動しなくて投げたら多分前に行くんですよ。それを前に飛ばすには右足左足ってしっかり手を回して、 その中でお腹に力入れるだったりとかっていうのをどんどん補足していく、まあ、やっていくうちに自分があブレてるなブレてるなっていうので多分そういうところを気にしていく。なのでまず一番大事なのはしっかり右足に乗せることです。右足に乗せないと手は前に出ていかないんです。これが右足に乗せなかったらここで突然手を越えていくか、もしくは右足に乗せて煽るかなんですよ。でもそれだと前に飛んでいかないので、うん、この重たいボールをどう飛ばすか、うん、右足に乗せて左足に乗せる、これが一番多分スイングアークが大きくなる秘訣だと思います。じゃあフローの意識が強すぎて体重移動忘れちゃってたかもしれないです。結構多いと思う。頭を動かしてるからミスが出るんだっていう方多いんですけど、私バックスイングちょっと頭動いてますよ。そうすると逆にこっから手が前に出るので耐えてくれるんで、ビハインドザボールっていうのができるんですけど、バックスイングで頭を動かさなかった人はこの後に多分倒れるんですよ。なのでもう言ったら頭が動いてます。そうならないためにもしっかり右足に乗せるっていうのが大事。あと一つ、体スイングアークを大きく取るために一番大事なことは、テイクバックで上体が起き上がらないことです。最初の方にちょっと戻ってしまうんですけど、テイクバックで上体がこう起き上がってしまうともう手使うしかないんで、これは右足に体重乗せることもできないし、フォローでガタンと倒れてしまって肘が出てしまう。体重移動をしっかりするっていうところを意識して、はい、ちょっと桃香ちゃんのアークの大きいスイングを見せてもらえればと思います。はい、おー
かっこいい。やっぱりハイボールでしっかりやっぱり右に乗ってるから左に乗って。そうですね。いやすごい。おお、いい感じです。ちょっと一個質問なんですけど、はい、まあ、一つ今本当に体重移動を忘れてただ振ってたなと思ったんですけど、うん、もう一つあるのがさっき の浮いちゃう、それも思いっきり振ろうとするからより動いちゃうのかもしれないんですけど、うんうん、前傾キープができないっていうのもなんかこういいイメージというか、はい、なんか三浦さんやってたことみたいなのってありますかね。そうですね、やっぱりそのテイクバックで上体が浮いてしまってはもう手打ちしかできなくなるっていうのがあるので、私はこうリュックを背負ってる状態、リュック背負ってる状態で重さを入れる。例えば私だったら2リットルのペットボトルをリュックに入れたんですけど、体が浮いてしまったらポーって多分なると思うんです。なのでリュックの重さを感じながらビジネスゾーンを振ってみると、自分が体浮いてるわとかそういうのが気づけると思うので、リュックを背負った状態でビジネスゾーン、まあ、これ以上振ると、まあ、体の構造上ちょっと浮いちゃうのでビジネスゾーンオンリーで。全然発想になかったです。リュックを背負って打っていいんですもんね、はい、実際に、私もそうですし、うん、後輩とかにも教えてました、うん、状態が浮いてしまうとやっぱり可動域が狭まる。可動域やっぱ広く使わないと飛距離は伸びないので、リュックをちょっと背負ってやってみましょう。はい、はい、ちょうどリュック背負ってきたんで、はい、じゃあウムゴルフ君、はい、ちょっとよろしくお願いします。早速リュック背負ってみたんですけど、はい、でもこれ多分、うん、本当皆さんイメージしやすいと思います。これなんか不思議な光景、はい、なんでしょうね、前傾もなんかいいポジションに来そうというか、うん、自分、はい、人それぞれなんで前傾の角度って、はい、まあ、言ったらちょっと足が長いとか、うん、そういう体の構造上深めに取りたい人もいるし、うん、逆にこう浅めの人が安定する人もいるので、はい、もしかしたらこの練習で自分が一番いいアドレスの角度がもしかしたら見つけられるかもしれないですね。ここだな。ここです。ここです。ここです。ここが。で、これフルスイングをしないで。はい、ビジネスゾーンなので、はい、ここからここまでだけです。はい、もう腰から腰までです。それじゃ上げたらダメです。はい。腰から腰、うん。キープされてる、そこまで。腰から腰。はい。で、そこからフォローもキープ。ああ、これでも浮くと、なんかリュックの動きでも分かります ね、 そうですよね。持ってかれちゃいますね、後ろ。この状態なので、はい、実際。あ、いいですね。お、キープできてる、はい。いいですね。いい、うん。本当に意味分からない地味な練習みたいになっちゃうんですけど、これができるだけで、はい、本当に基礎ができると思うので。あとこれもっと重くてもいいかもしれないです。結構重くていいですよね。いいと思います、はい。意外と重い方が安定したり、分かったりです、はい、感じるかもしれない。あ、でもいい感じ。ただちょっともしかしたら長いかもしれない、これが。なるほど、こうですね。そうですね、そうそうそう、私結構ギュウギュウにしてダラダラしてましたもんね。確かに、あ、こっちでした。あ、これでした。よかったです、よかったです、よかった。そうかもしれないですね。よかっただけです、はい、あ、これだ。このまんま、おお、いい感じ、キープできてる。明らかに芯に当たってる感じがしますね、うん、はいはい、逆にちょっと、はい、試しで打たなくていいんで体浮いてみてください。はい、で、あ、テイクバックもちょっと浮かしてみてください。あ、持ってかれてる。自分が多分浮いてることが分かりますが、はいはいはい、多分テンションかかりますよね、はい、リュック傾きます。そうですね、すごい分かりやすい。これ体が浮けば浮くほどこの重さがそのまま背骨にかかってくるので、なのでリュックを背負ってやると自分があれ浮いてたのっていうのが気づくので、これがこれをつけて練習するだけでも、はい、イメージができるので、実際フルスイングした時に自分がリュック背負ってるイメージが多分再現できるんですよ、はい、なのでこの練習をまあ本当にちょっとこれぐらいの振りで10球でも打つだけで、多分フルスイングにもいい影響を出してくれるのかなと思います、うん、じゃあそうです、これ多分そもそも前傾が浮いちゃう人とか、こっちをまず先にしっかりやって、うん、でこの体重をしっかり、そうですね、こう右左っていう、うん、そうですね、あ、リュックいいです、リュックいいですね、リュックいいです、旅人みたいな感じになりましたけど
これそうですね、練習場で見たら確実にこの動画見たんだろうなって、はい、ちょっと変な人だと思われるからみんな背負ってるみたいな、そうですね、何やってんのかなと思うかもしれないですけど、あの重くなったら多分外れてるってことですね、うんうん、あの前傾浮いちゃってる、本当にいい位置でやってるとこの重みのまま本当に前傾崩れないまんま、うん、そうですね、でフォロー、そうですね、はあ、わかりやすかったです。いや、よかった、これなんか打ちっぱなしあったらちょっとした恥ずかしさを捨て、で家でもできるんですよ、はい、これ確かにそうですね、前傾をしっかりここで浮いてる人絶対これわかります。あ、はあ、ありがとうございます。はい、というわけでフォロースルー、はい、どうですか、です、ね、このリュック今まで背負ってますけど、はい、もうこのまんまにしときます。このままに、はい、もうリュック信者になって、本当にその、はい、なんかあの頑張って振った時、うん、左に飛んでたのが分かりました、うん、あの本当に体重移動してなかったなというか、振ることばっかに意識がいっちゃってて、はい、あとこの前傾をキープする感覚、はい、うん、なんかまあいろんな方にこう前傾キープのこう話を聞くと、うん、まあ、ちょっとやっぱこう頭をこう残してみたいな話も聞いたりはしたんですけど、なかなかやっぱ速い動きの中でキープしてられるかっていうとできなかったんですけど、そうですね、はい、こう重いもの背負ってると外れない範囲で振ればいいんだっていうのが、このスタイルで分かりましたので、よかったです、はいはい、見てる側もあのまだ私はやったことないんですけど、はい、伝わりました。やっぱりこう、はい、起き上がってる時のこう重さがこっちにかかっちゃってる感じとかも見てて分かったので、多分皆さんも今試したくて受信してると思うので、はい、はい、本当にこれ三浦さんがやってたっていうのをもう言い張ってください。多分重さが安定しないなって方は、うん、あの皆さんどうよ、ここが多分緩いので、確かに緩かったです、最初、はい、やると多分緩いやすいと思う、はい、ちょっとやってみてください、はいはい、今回3つのことでしたけど、はい、まあ、多分また次回5つのことになったりとかすると思うんですけど、ちょっと引き続いてアマチュアの皆さんの悩みを、はい、あのちょっと答えていただけると嬉しいので、はいはい、また次回何個になるか分かりませんが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。せーの、また見てね。